ここです。まずパリーグですけれども、4日の水曜日にライオンズの2位、イーグルスの3位確定しました。はい。CS に備える首位のホークスは先週日曜から2試合しかなく2勝。残り試合は1試合です。で、2位ライオンズは先週日曜から4試合あって2勝2敗。5日にレギュラーシーズン終了。3位のイーグルスは6試合あって2勝3敗1分け、残りは3試合。4位バファローズは先週日曜から5連敗中で、残り試合は1試合。6位マリーンズが3試合しかなく2勝1敗、残りは2試合となっております。うん。ライオンズ、イーグルス、順位が確定したということですけどもね。ちょっと、はい、結局はイーグルスの垂れ具合が気になったよね。そうですね。うん、最後ね、ちょっと巻き返すってこともできずにね。なかったもんね。うん、ペゲーロが大失速やん。ああ、なるほど。うん。初めやっぱ開幕ダッシュ成功したのは2番ペゲーロやろ。はい。うん、そっから天田とウィーラー、はい、打順どうやったか忘れたけどバッキバキに打ってたもん。そうですね、茂木は帰ってきたけどさ、はいはい、うん、ちょっと怪我人も出たりという中でね、今充実してるのライオンズかもね。ああ、いや山川もぐっと出てきて、そうですね、岡田君も帰ってきてやで、はいはい、これメヒアが短期決戦でさボーナスパーンって積まれてみ、めちゃめちゃ働くで。うん、なるほど。ホークスもちょっとね、柳田ですね、うん、柳田が脇腹でな、そうですよね、そのあたりも心配ですけれども、はい、ほんで、間延びしてるやん、ちょっと、あ、なるほどね、あんまり大きな声言われんけど、この間ですよ、この間がね、間が嫌いなんですもんね、もう俺は一番間を恐れるけど、ホークスも恐れてるということなんですね、全然一緒にすんなっちゃう話ですけど、トークの間とね、試合のスケジュールの間を一緒にすんなと、ライオンズのルーキー、源田。155安打シーズン、ミスター長嶋茂雄さんを抜く歴代ルーキー3位と、うん、で2リーグ制後ルーキー史上初のショートでのフルイニング出場、うん、盗塁王は、西川がほぼ確実ということで、うん、取ることはできませんでしたが、素晴らしい活躍です、源田はね。ライオンズの2位の原動力で、もう一番パワーポイントで上げられるのは源田もんね。そうですよね。うん。だってエラーの数これだけ減ったっていうのは、送球ミスが多かったよね。はい。もうこれはもう、名前出し悪いけど、金子裕司が。はい。とってもこう、自分のスタイルを表現できずに困ってたと。はい。で、外野に生かして彼のバッティングを生かす。うん、で、そこにルーキーの源田がいいポジションに入ってきて、辻監督の期待に応えまくったね。そうですよね。守って、そして打ってとできる選手っていうのが、ようやくね、現れたというか。また好青年やわ。あ、そうですか。うん、いい男なのよ、前に向けても。なるほど。はい。源田選手が、大活躍したというシーズンでした。そうやね。続いてはセ・リーグ、ほとんどのチームがレギュラーシーズンの日程を終えて6日金曜日甲子園球場でのタイガース対ドラゴンズで全日程が終了する予定だったんですが、この試合が雨天中止と、代わりの試合は10日の火曜日に行われる予定で、両リーグとも10日にレギュラーシーズン全日程が終わる予定となっております。はい。セ・リーグの方もクライマックスシリーズ、ジャイアンツがね、ついに11年目で初 CS を逃すと DeNA が行きました。ということになりましてね、不思議やねんな、野球ってな、あれだけ選手の顔ぶれ見たら強そうでさ、はい、で安倍の2000本があったり、拍車をかけるような要素もいっぱいあってやで、はい、なぜこれ、総合成績見たときに4位、B クラス、考えさせられるよな、世代交代が進まないというね、進んでないという、特に打つ方ですよね、そうやな、ね、そうなったら、やっぱ監督にみんな矢を向けてしまって。るから、辛いオフシーズンがあり、もう来季、本当、高橋由伸監督、目の色変えてやらなね。そうですね。はい。で、スワローズなんですけれども、5日の木曜日、シニアディレクターを務めていた小川淳二さんが、4年ぶりになりますね、新監督への就任。会見を行いました。で、翌日、宮本慎也さんのヘッドコーチ就任、土橋克之さんの一軍内野守備走塁コーチ就任も発表されています。これ、俺びっくりやったよ。今までのさ、スワローズの流れでいくと、二軍監督で若い選手をしっかり見てくれてた方が、ちょうどそのチーム、各変期に、改変期あたりに、一緒に監督になってもらって、真中さんがそうだった、で小川さんもそうだってね、この前の監督の時に、だから僕、高津さんだろう思ってて、なるほど、高津慎吾さん、ほんだら小川さんやもんね、これでヘッドに宮本さん来たやん。これ宮本さんライン作ってんのかなとか思うやん。やっぱなんか監督人事ってさ、オーナー、親会社の一番偉いさん方々がすごく絡んでくると言われるんだけど、ちょっとそういうラインも見えたかなと。球団ワースト96敗ですからね。これをなんとかまず立て直さないといけないっていうところで、実績のある小川さんに、シニアディレクターに話がいったんですかね。でも宮本さんがヘッドコーチっていうのがね、厳しそうですね、またこれまた。イベントの野球とか、はい、でいろんなところでパッと顔合わせて、はい、ほんの10分15分野球の話するだけでも、はい、目から鱗だらけのことを、はい、言葉の選択もうまいね。あ、そうなんですか。うん、うん、短い時間にパーンって落としてくれんねん。はい、俺も宮本さんに教えてもらった野球学引用しての野球解説いっぱいあるからね俺も言うわ。あ、そうですか。宮本さんすいません、パクってますわ。パクってるパクってるっていうわけじゃないでしょ土橋克之さん、はい、千葉は印旛高校出身やな。確か印旛高校じゃなかったかな、はあ、うん、もう大砲とイースタンリーグで僕もがいてる時に年齢1個ぐらいしか変わらないかな、はい、宮本さんと同級生だと思うわ。はあ、なるほど。え、違ったかな、もうちょい上か。そうなんですかね。勝負強いバッターやったんや。そうですよね、うん、ポーカーフェイスで、はい、はい、うん、でも小川淳二さんは2軍監督の時に俺最後ファームでいたのかな、はい、日本ハムで、うん、で1軍監督されてる時は何度か取材させてもらったけど、すごい理論派、はい、うん、理論がちゃんと整わなければ、はい、選手たち、まあ、今のは硬い言い方じゃなくてちゃんと理解して把握しなきゃ行動に移しても何のための練習かわからないと、はあ、うん、これが大胆さと大雑把さの違いで、はい、大胆さは考えた上での決断、はい、大雑把は考えるもなく、あ、もうこれでええんちゃう、考える間がないのが大雑把、はい、それを許さない人。なるほど、うん、はい、スワローズどう変わるか楽しみです、ね、楽しみやわ。あとカープがね、うん、まだこれからポストシーズン入るんですけども、石井拓郎バッティングコーチと川田外野守備走塁コーチが対談、まあどちらも家庭の事情とって言ってたね。いうことですけどね。単身で言ってはったんやろね。うん。で、華々しく優勝も経験したけども、はい、まあ、例えばお子さんが、はい、小学生から中学生になるとか、もしくは高校受験、ね、大学受験になった時にさ、とか介護の話とかあるみたいですけどね。はい。はい。まあでも2人がね、カープを支えたリーグ連覇にね、導いた、そのコーチとしての原動力とも言われてまして、うん、はい。非常に大事な、はい。逸材を、うん、カープは、まあ、失うということです。まあカープのことやから新しい人もちゃんと出てくると思うよ。そうですね、うん、はい。で、6日の金曜日に NPB と選手会の事務折衝が行われまして、うん、契約更改の前日までに全選手に金額を伝えることが合意となりました、うん、今まで、下交渉がなかった若手選手も自身の年俸などについて考える時間ができたということですけれども、うん、はい、ちょっとお金の話が出てきました。はい、はい、言いましょうか。あ、相当高額になる選手、今で言うたら1億超えぐらいの人だと、はい、僕らの当時やったらもう7、8000万超える選手たちは、はい、下交渉っていうの、食事しながらでもどんな腹積もりかっていうのを、はい、お互いのこう意見交換会みたいなのがあったわけよ。ほう、うん、で、ああ、そうですかってお互いの意見が分かって、お互いの意見をちゃんと伝えた上で契約交渉に挑んで、はい、あ、もうこれが答えですと、はい、ああ、そうですか、そこまで考えていただきましたか、ありがとうございます、一発さんやん。はい、なるほど。それがほとんどなかった岩本は保留王だったのよ。ほう。いや、ここに来て契約の席で、いきなりこうだから、こうやってお前一発サインしろって言われても、僕の意見ぐらい聞いてくださいよっていうのが俺の意見だった。ああ、何も知らないのに急に出されても、提示されてもと。そう。はい。うん。そちら、査定士と社長と、で、もしくはもう一人おったら、二人三人で、こっち一人で丸腰で来てるんですよと。ね。それでここでいきなりもう成立するのもおかしいですよね。ちょっと考えさせてくださいよっていう。そういうこと。はい。それを蹴飛ばして保留じゃないのよ。はい、マイナスじゃなくてってことね。考える時間ください。だったらここで3時間くださいと。はあ、3時間やったらまとめますわと。はあ、いやいやいや、1時間しか取ってないから。はあ、まとまるわけないじゃないですかと。生活かかってんのに。はい、っていうのが俺の保留の実態だったんです。はいはい。で、ある時、初めて下交渉してくる。ほう。ホテルのどっか部屋取ってるから、つって。うん、で、行って。うん、で、まあお茶でも飲みながら。はい、うん。で、まあ、大層なご飯まではいかんかったけど、お互い忙しかったから、飲みながら、ガンちゃん、こうこうこうでって、今シーズン自分でどう思うって、こうこうこうでしたと。うん、でも、あのこうので、自分はもうファイターズのために、FA も近づいてますけど、どうのこうの言ったら、目の前に座ってる方、今やから言う三沢家佐春さんだ。編成部長までされてて、今、独立力の社長とかされてるから、あの方に思いの丈を全部伝えた。うん。ほんだら、ポロって涙こぼされて、俺が全部持って帰って整理整頓してくる。で、契約の時に俺給料あんまり下がってなかった。へえ。思いの丈が通じたの。ほう。うん。まあ金額で言うと9200万円やってん、給料その時。ほう。ほんで、8勝13敗かなんかで、借金ずつよ。はあ。多分それぐらいの数字やった。規定投球回数はいったけど。はあ。俺は1000万、2000万バーン下がってもおかしくない高額収入やったから。はあ。でも僕はもうどこを切ってもハムの人ですって全部伝えて、今後ともよろしくお願いします、去っていって、契約いったら200万ダウンやった。へえ。9000万やん。ほうほうほう。何も言わんとすぐ反抗した。ボーンって肉もつけてないでポケット、じゃあカバンからセカンドバッグよ当時、セカンドバッグからもう一応実に持っていって、持っていって、あああの音は三沢さんもその時「えっ？」って言うて「早っ！」って。でも全力で頑張りますと。でも成績がずっとなかなか伴わず、焦って怪我までもした時には、まあいろんな冗談で皮肉も言われたよ。お前給料下げへんかったのですみません、いろんなことで返しますからっていうのもあって、移転が絡んだ岩本選手会長は北海道全土を回って、本社の人と PR 活動も頑張らさせてもらったという経緯も実はそこに含まれてるの。何が恩返しなのかと思ったから俺は。成績で返せなかった分はオフシーズン何をするのか。いまだにその恩返し続いてるから、朝から晩までメディアでわーわー言うてんねやろ岩本は。なるほど。せやで。はあ、そういうことなんですね。じゃあこれを一応そういう事前に全選手に金額を伝えて、こういう感じになります。だから、まあ心の準備とどうなのかっていうのを考える時間がもらえるということなんですね。でもう一つで言うと、俺契約交渉いつもこう長いし保留するから、岩本11時から。朝一番10時、ほんで11時には次の人があるから、11時には記者の人待機すんねん、でも岩本は遅いと思ってたよね。俺10時に行ってそのポーンとハンコ落ちたから、10分ぐらいで出てきて記者ゼロ。これ爆笑で、当時今鎌ヶ谷の DJ チャスさんが候補やってたのよ。あって顔真っ青になって、今の紫のスーツより真っ青になって携帯電話も持ってる人と持ってへん人おんねやんか。いろんな喫茶店走り回って記者呼んできたんや。会見場にあったんカメラの三脚だけや2個ぐらい。あ、もっと時間かかると思ってたのに、まさかのこんな早く出てきて傑作で、まあそのまま待ってて、俺が待ってたやんけ。はよ来てくださいっつって。でももう時間が来て喋りだしたら、それに携われなかった新聞記者とかおって、共同通信かなんかのもらったんやろな。俺の記事すごい小さかった。ああ、なるほど。そういうこともあるというね。そうそう、面白い。もう今やから話せることやね。はい、今ほんまそうですね。という話でした。で、もう一つ、ちょっと先ほども話出ましたけども、シーズン終盤になって各チーム戦力外通告を発表していまして、まあ、いろいろと、選手がこう発表されてるんですけれども、まあ、例えばライオンズで言うと、まあ、大崎雄太郎、渡辺直人、上本選手とかね、木村翔吾選手とか。勝負があった選手やな。で、ジャイアンツ、松本哲也。はいはいはい。まあ育成上がりということでね、新人王も輝きましたけれども、現役引退と、あと乾もそうですよね、12球、トライアウトを受験するようですけれども、こうやって見ると、華々しく去っていく現役引退選手もいればさ、まだまだ模索を続けて、NPB に残れるのか、もしくはね、独立リーグでやって、もう一度そのチャンスを伺うのか。広島はそよぎ、ベテランですね、他球団でのプレー希望性、マリーンズは、古谷、北見出身、岩見沢、ちょっと今後未定ということですね。左やからね、需要は出るかもよ、まあ、ただ36歳ともうね、でも、技巧派やったら十分、なるほど、ほら見てみ、東海のシーラカンス、山本昌さん、東海のシーラカンス、50歳まで上げたやんか、金森は連絡来た、ああ、そうですか、元ファイターズ、金森ね。トライアウト受けるって、どこまでできるかはもうやりますと、今家族と相談せよって俺はアドバイス言ったんやけど、このね、どんなやり取りかっておもろいね。どんなやり取り？メールが来た。岩本さん、明日球団に呼ばれてます。内容聞いてないんだよね。でもこの時期に球団に呼ばれてるってはもうそれしかない。呼ばれてます。まあでも自分が納得するまで全力で頑張ります。また連絡しますって書いてあって。まだ球団にクビって言われてないけど、それが分かるプロ野球選手。なあ、一晩何を考えてどうやって球団行く？すごい不思議と思う。なんとも言えない気持ちですね、これね。普通にマネージャーが明日何時に球団事務所行ってくれって来んねん。なんでですかも聞けへん。分かってんねん。察してるわけです。そう。明日ちょっと球団事務所。で、僕らは16年以上あったんで、球場で、もう、試合終わってホテル帰った時にビジターで、当時高田 GM から連絡があって、明日試合後ちょっと話取れるかなって言われたんで、ああ、来たかと。俺、そう思いながら、で、次の日球場行っって、はい、で試合終わって結局呼ばれました。はい、はい、で呼ばれて話しました。もう来季は選手の契約するつもりはありませんと。でも次の日まだ試合残ってんねん。はいはいはい。うん。でも戦力外通告受けた岩本次の日マウンド上がってるから。おもろいやろ。じゃあそのことを分かってて投げてるというね。うん、これいろんなところで話してんだけども、そういうことがあるの。これ145キロ出なかったらやめようと思って生実家出たっちゅう話。受けたらあれや鶴岡君。ああそうですか。でもう俺はこれ最後の一球、大阪で投げたボールがプロ野球日本ハムとして最後の一球やと思ったから、言うて鶴岡君にお前ひたむきに頑張れよ、パッてボール渡したと。スタンドに投げ入れようとしよって。ちょっと待てと、お前もうお前にやったよみたいなそういう笑い話がある。なるほどね。はい、うん、あと兄弟出身でね、うん、話題になりました田中投手ですね、マリーンズね、うん、戦力外になってますし、あとイーグルスは武藤投手で JR 北海道、うん、も戦力外と、いうことですね。あとヤクルトは今浪選手、うん、戦力外ですね。で引退ということになりましたね。ちょっとね病気を患ってということで、うん、どこ行ったかな、あこれだ、甲状腺機能低下症というね、ものに、橋本病と言われるものに、なってしまったということで、今の僕の体では戦えないというのが大きいということで、現役引退を表明ということですね。あとドラゴンズ、八木智也、戦力外、トライアウトを受けるということですね。いや、もうそれこそ需要あるよ、あれ、首の皮分厚いで、あれ、頑張るで、あ、そうですか、ええ根性してんねん。DeNA は林投手ですね、元ファイターズ、ジャイアンツが戦力外、他球団でのプレー希望してると。教習所のせがれや。教習所のせがれ、そうなんですか。そんな言い方せえへん。教習所なんですか、お父さん。関西、うん。ハムにもおった巨人ハム。そう。林やろ。背の高い男前の。教習所のせがれや。あ、そうなんですか。よう言うじゃん、あれ豆腐屋のせがれや。いやせがれっていうよりは教習所っていうところに反応したんですね。ああ、なるほど。実家教習所なんだ。教習所のせがれ。そういうことなんね。せがれや。はい、せがれはもうええちゅうだからもう。ということで他にも戦力外は発表されてますけれどもね。ちょっと寂しいニュースになりましたけれどもお伝えしました。ここまで。プロ野球の1週間お伝えしました。はい。うん。ほんだら小川さんやもんね。ほんでこれでヘッドに宮本さん来たやん。はい。これ宮本さんライン作ってんのかなとか思うやん。はい。やっぱなんか監督人事ってさ、はい、オーナー親会社の一番偉いさん方々がすごく絡んでくると言われるんだけど、はい、ちょっとそういうラインも見えたかなと。まあ球団ワースト96敗です。からね、これをなんとかまず立て直さないといけないっていうところで、実績のある小川さんに、シニアディレクターに話がいったんですかね。でもまあ宮本さんがヘッドコーチというのがね、厳しそうですね。またこれまたイベントのその野球とかでいろんなところでパッと顔をしてほんの10分15分野球の話するだけでも目から鱗だらけのことを言葉の選択もうまいね。あ、そうなんですか。短い時間にパーンって落としてくれんねん。俺もう宮本さんに教えてもらった野球学引用しての野球解説いっぱいあるからね。俺も言うわ。あ、そうですか。宮本さんすみません、パクってますわ。パクってるっていうわけじゃないでしょ。土橋克之さん、千葉は印旛高校出身やろ、確か。印旛高校じゃなかったかな。もう大砲と。イースタンリーグで僕もがいてるときに、年齢1個ぐらいしかかからないのかな。宮本さんと同級生だと思うわ。はあ、なるほど。え、違ったかな、もうちょい上か。そうなんですかね。勝負試合バッターやったやん。そうですよね。ポーカーフェイスで。でも、小川淳二さんは2軍監督の時に、俺最後、ファームでいたのかな。日本ハムで。で一軍監督されてる時は何度か取材させてもらったけど、すごい理論派、理論がちゃんと整わなければ、選手たち、今のは硬い言い方じゃなくて、ちゃんと理解して把握しなきゃ、行動に移しても、何のための練習かわからないと、これが大胆さと大雑把さの違いで、大胆さは考えた上での決断、大雑把は考えるもなく、あ、もうこれでええんちゃう。考える間がないのが大雑把、それを許さない人。なるほど。はい、スワローズどう変わるか楽しみです。楽しみやわ。あとカープがね、まだこれからポストシーズン入るんですけども、石井拓郎バッティングコーチと川田外野守備走塁コーチが対談、どちらも家庭の事情とって言ってたね。いうことですけどね。単身で行ってはったんやろね。で、華々しく優勝も経験したけども、まあ例えばお子さんが小学生から中学生になるとか、もしくは高校受験、大学受験になった時にさ、とか介護の話とかあるみたいですけどね。まあでも2人がね、カープを支えたリーグ連覇にね、導いたそのコーチとしての原動力とも言われてまして、非常に大事な。逸材をカープはまあ失うということです。カープのことやから新しい人もちゃんと出てくると思うよ。そうですね。で、6日の金曜日に NPB と選手会の事務折衝が行われまして、契約更改の前日までに全選手に金額を伝えることが合意となりました。今まで下交渉がなかった若手選手も自身の年俸などについて考える時間ができたと。岩本は保留王だったのよ。いや、ここに来て契約の席で、いきなりこうだから、こうやってお前一発サインしろって言われても、僕の意見ぐらい聞いてくださいよっていうのが俺の意見だった。ああ、何も知らないのに急に出されても、提示されてもと。そちら、査定士と社長と、もしくはもう一人おったら、二人三人で、こっち一人で丸腰で来てるんですよと。ね。それでここでいきなりもう成立するのもおかしいですよね。ちょっと考えさせてくださいよっていう。そういうこと。それを蹴飛ばして保留じゃないのよ。マイナスじゃなくてってことね。考える時間ください。だったらここで3時間くださいと。3時間やったらまとめますわと。いよいよ1時間しか取ってないから。まとまるわけないじゃないですかと。生活かかってんのに。っていうのが俺の保留の実態だったんです。で、ある時、初めて下交渉してくる。ホテルのどっか部屋取ってるから、つって。で、行って。で、まあお茶でも飲みながら。で、まあ、大層なご飯まではいかんかったけど、お互い忙しかったから、飲みながら、ガンちゃん、こうでって、今シーズン自分でどう思うって、こうでしたと。でも、あの、こうので、自分はもうファイターズのために、FA も近づいてますけど、どうのこうのを言ったら、目の前に座ってる方、今やから言う三沢今朝春さんだ。編成部長までされてて、今、独立力の社長とかされてるから、あの方に思いの丈を全部伝えた。ほんだら、ポロって涙こぼされて、俺が全部持って帰って整理整頓してくる。で、契約の時に俺給料あんまり下がってなかった。思いの丈が通じたの。まあ金額で言うと9200万円やってん、給料その時。ほんで8勝13敗かなんかで借金ずつよ。多分それぐらいの数字やった。規定投球回数は行ったけど。俺は1000万、2000万、バーン下がってもおかしくない高額収入やったから。でも僕はもうどこを切ってもハムの人ですって全部伝えて、今後ともよろしくお願いします、去っていって、契約いったら200万ダウンやった。9000万や。何も言わんとすぐ反抗した。ボーンって。手肉もつけてないで。ポケット、じゃあ、カバンから、セカンドバッグよ、当時。セカンドバッグから、もう、一応、実に持っていったんや。持っていって、ボーンって、あの音は、三沢さんもその時、って言うて。早って。でも、全力で頑張りますと。でも、成績がずーっとなかなか伴わず、焦って怪我までもしたときには、まあ、いろんな冗談で皮肉も言われたよ。お前、給料下げへんかったのですいません、いろんなことで返しますから、っていうのもあって、移転が絡んだ岩本選手会長は、北海道全土を回って本社の人と、PR 活動も頑張らさせてもらったっていう経緯も実はそこに含まれてるの。何が恩返しなのかと思ったから、俺は。成績で返せなかった分は、オフシーズン何をするのか。未だにその恩返し続いてるから、朝から晩までメディアでわーわー言うてんやろ、岩本は。なるほど。せやで。そういうことなんですね。じゃあこれを一応そういう事前に全選手に金額を伝えてこういう感じになります。だから、まあ心の準備とどうなのか。ちょっとお金の話が出てきました。言いましょうか。相当高額になる選手。今で言うたら1億超えぐらいの人だと、僕らの当時やったらもう7、8000万超える選手たちは、下交渉っていうの、食事しながらでもどんな腹積もりかっていうのを、お互いのこう意見交換会みたいなのがあったわけよ。で、ああ、そうですかとお互いの意見が分かって、お互いの意見をちゃんと伝えた上で、契約交渉に挑んで、これが答えですと。ああ、そうですか、そこまで考えていただきました。ありがとうございます。一発さんやの。なるほど。それがほとんどなかった岩本は保留王だったのよ。いや、ここに来て契約の席で、いきなりこうだから、こうやってお前一発サインしろって言われても、僕の意見ぐらい聞いてくださいよっていうのが俺の意見だった。ああ、何も知らないのに急に出されても、提示されてもと。そちら、査定士と社長と、もしくはもう一人おったら、二人三人で、こっち一人で丸腰で来てるんですよと。ね。それでここでいきなりもう成立するのもおかしいですよね。ちょっと考えさせてくださいよっていう。そういうこと。それを蹴飛ばして保留じゃないのよ。はい、マイナスじゃなくてってことね。考える時間ください。だったらここで3時間くださいと。はあ、3時間やったらまとめますわと。はあ、いやいやいや、1時間しか取ってないから。はあ、まとまるわけないじゃないですかと。生活かかってんのに。はい、っていうのが俺の保留の実態だったんです。はいはい。で、ある時、初めて下交渉してくる。ホテルのどっか部屋取ってるから、つって。で、行って。で、まあ、お茶でも飲みながら。うん。で、まあ、大層なご飯まではいかんかったけど、お互い忙しかったから、飲みながら、ガンちゃん、こうこうこうでって、今シーズン自分でどう思うって、こうこうこうでした、と。うん、でも、あの、こうので、自分はもうファイターズのために、FA も近づいてますけど、どうのこうの言ったら、目の前に座ってる方、今やから言う三沢家佐春さんだ。編成部長までされてて、今独立力の社長とかされてるから、あの方に思いの丈を全部伝えた。ほんだらポロって涙こぼされて、俺が全部持って帰って整理整頓してくるって契約の時に俺給料あんまり下がってなかった。思いの丈が通じたの。まあ金額で言うと9200万円やってん給料その時。ほんで8勝13敗かなんかで借金ずつよ。多分それぐらいの数字やった。規定投球回数は行ったけど。俺は1000万、2000万、バーン下がってもおかしくない高額収入やったから。でも僕はもうどこを切ってもハムの人ですって全部伝えて、今後ともよろしくお願いします、去っていって、契約いったら200万ダウンやった。へぇー。9000万やん。何も言わんとすぐ反抗した。ボーンって。主肉もつけてないから。ポケット、じゃあ、カバンから、セカンドバッグよ、当時。セカンドバッグから、もう、一応、実に持っていって、持っていって、あー、ぼーって、あの音は、三沢さんもその時、えって言うて。早って。うん。でも、全力で頑張りますと。でも、成績がずーっとなかなか伴わず、焦って怪我までもした時には、まあ、いろんな冗談で皮肉も言われたよ。お前、給料下げへんかったのに、すみません、いろんなこと、思いの丈が通じたの。ほー。うん。まあ金額で言うと9200万円やってん、給料、その時。ほんで、8勝13敗かなんかで、借金ずつよ。多分それぐらいの数字やった。規定投球回数は行ったけど。俺は1000万、2000万、バーン下がってもおかしくない高額収入やったから。でも僕は、もうどこを切ってもハムの人ですって全部伝えて、今後ともよろしくお願いします、去っていって、契約いったら200万ダウンやった。へぇー。9000万やん。何も言わんとすぐ反抗した。ボーンって。主肉もつけてないから。ポケット、じゃあ、カバンから、セカンドバッグよ、当時。セカンドバッグから、もう、一応、実に持っていって、持っていって、あー、ぼーって、あの音は、三沢さんもその時、えって言うて。早って。うん。でも、全力で頑張りますと。でも、成績がずーっとなかなか伴わず、焦って怪我までもした時には、まあ、いろんな冗談で皮肉も言われたよ。お前、給料下げへんかったのに、すみません、いろんなことで返しますから、っていうのもあって、移転が絡んだ岩本選手会長は、北海道全土を回って本社の人と、PR 活動も頑張らさせてもらったっていう経緯も実はそこに含まれてるの。何が恩返しなのかと思ったから、俺は。成績で返せなかった分は、オフシーズン何をするのか。いまだにその恩返し続いてるから朝から晩までメディアでわーわー言うてんねやろ岩本は。なるほど。せやで。はあ、そういうことなんですね。じゃあこれは一応そういう事前に全選手に金額を伝えてこういう感じになります。だから、まあ心の準備とどうなのかっていうのを考える時間がもらえるということなんですね。でもう一つで言うと、俺契約交渉いつもこう長いし保留するから、岩本11時から。朝一番10時、ほんで11時には次の人があるから、11時には記者の人待機すんねん。でも岩本は遅いと思ってたんやろね。俺10時に行って、そのポーンとハンコ押したから、10分ぐらいで出てきてん。記者ゼロ。これ爆笑で、当時、今、鎌ヶ谷の DJ チャスさんが候補やってたのよ。あーって顔真っ青になって、今の紫のスーツより真っ青になって、携帯電話も持ってる人と持ってへん人おんねやんか。いろんな喫茶店走り回って記者呼んできたやん。会見場にあったのカメラの三脚だけや。2個ぐらい。あ、もっと時間かかると思ってたのに、まさかのこんな早く出てきて。傑作。で、まあ、そのまま待ってて。俺が待ってたんやけど。はよ来てくださいっつって。でももう時間が来て喋り出したら、それに携われなかった新聞記者とかおって、共同通信かなんかのもらったんやろな。俺の記事すごい小さかったんや。ああ、なるほど。そういうこともあるというね。そうそう、面白い。もう今やから話せることやね。はい。今、ほんまそうですね。という話でした。で、もう一つ、ちょっと先ほども話に出ましたけども、シーズン終盤になって各チーム戦力外通告を発表していまして、まあ、いろいろと、